はい。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 自分がゲームのキャラクターになるっていうのがすごく変な感じなので、なんかなんだろう、不安っていうのが一番大きいんですけど、このゲームをやって松井玲奈嫌いって言われないようにそれだけが一番心配です。本当に攻略してほしいです。本当に来てくれた。私ね、あなたが来れなくてもロンドンに行くって決めたの。はい、言って、はい、ください。はい、はい、カットで。いいんじゃないですか、これは。全然ダメです、本当に。あー、もう。荷物。それだけ？大丈夫？私ね、あなたが来れなくてもロンドンに行くって決めた。ちょうど演技も勉強したかったし、いい機会かなって。ちょっと使ってろ、ゴールド。はい、ゴールド。はい。私は自分が嫌いだ。自分が嫌いだ。カメラ回りました。はい。よーい、スタート。私ね、あなたが来れなくてもロンドンに行くって決めたの。ちょうど演技も勉強したかったし、いい機会かなってね。荷物、それだけ？大丈夫？カット、ボルド。はい、ボルド。はい、告白シーン OK です。このまま、OK。カット。以上になります。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、では、すいません。よっしゃ。よし。そうですね、恥ずかしいこともたくさんあったんですけど、すごく楽しみだなって思います。できるのが多分相当、どのメンバーよりも告白を OK した時と NG をした時の落差が激しいと思うので、ぜひそれを楽しんでいただけたらなと思います。
一番見たいのは HKT の小玉ちゃんのやつが見たいです。どうやら告白シーンが動物園らしいので、本人から聞いたんですよ。動物園でデートだったんです、恥ずかしかったですって言ってる姿が可愛かったので、もうこれは可愛いに間違いないと思って、攻略一回しただけで満足せず、ぜひ断ってみたり、あとは何回も何回も攻略するとまた新しいものが見れたりするので、いろんな私の表情を見ていただけたら嬉しいなと思います。恋愛シミュレーションは楽しいです。遠距離恋愛ですか。遠い分、そうですね、たくさんは無理かな。できるだけ連絡を取ろうと思います。でももうその人は付き合ってるわけなので、そこは我慢してっていう感じですかね。はい、友達にも悪いしって思ったりします。誕生日に、私人のプレゼントを選ぶのが苦手なので、なんだろう、結構いろんな人にマグカップをプレゼントすることが多いので、それをお揃いのとかをプレゼントして、できるだけ使ってもらえるようにしたいなって思います。おめでとうって言ってもらえれば私はそれで嬉しいかなって思います。あのシャツフェチなんで、そのシャツを着てる人が好きなんで、そういう服でいつも会いに来てくれると嬉しいなって思います。なんだろう、あ、人前でなんかこう結構ベタベタしてきたりされると、あ、無理ってなります。